中学入試、灘中学のちょっと難しい両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。図で三角形 ABC は正三角形で、面積は1平方センチメートルです。 PB の長さが PA の長さの2倍の時、三角形 CAP の面積を求めてください。では解説をします。三角形 ABP の内角の割合丸足す×イコール60度であることを利用して、三角形 ABP を2つ複製して右上図のように組み合わせると、3つの角が60度、一辺 AB の正三角形、つまり三角形 ABC と合同な正三角形が出来上がります。新たにできた点を右上のように定めると、三角形 PQR は正三角形です。三角形 ABP の複製により AP イコール BQ イコール CR であり、 PB が PA の2倍より、図の印をつけた長さは全て等しいです。2点 PC を結ぶとき、三角形 PQR と三角形 PCR の面積比は1対1。さらに三角形 PCR 対三角形 PAC も1対1、複製により残りの面積は2で上のようになり、三角形 APC の面積は7分の1平方センチメートルとなります。おまけ問題です。図の三角形 ABD と三角形 ACD の面積の差を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。